水と油に分かれちゃうわけですけども、まあいろんな形でもってそれはけんかも含めてですね、いろんな議論ができたということが一つの新しい出発点になる可能性はあるかもしれないというふうに思いました。でそれ以外に先ほどビデオの映像で現地の映像とかいろいろ見せていただきましたが、メディアの活動家の人たち、特に、ビデオで、メディアの運動をやっている人たちがかなり積極的に関わりながら、G8 に関するさまざまな行動についての映像を記録して、そして、それをその G8 メディアネットワークというネットワークの運動の中で今でもかなりインターネットで見ることができるようになっています。でこのメディアの在り方は多分今回の G8 の運動の中でも大きな成功を収めたものの一つだろうと思います。でただ、成功は収めたとは思いますけれども、この富山で、G8 サミットは一体どういうものだったかっていう時に、インターネットを使って、どういうふうな運動があったのかということを知ることはできるとはいえ、それをそのもう一段、コミュニティの中の運動にこうつなげていくようなコミュニティベースの、そのメディア運動というところになると、必ずしもそう、うまくはいっていない部分があったと思います。でこのあたりが、次の課題かもしれません。であと、例えば海外からたくさんの人が来ますし、それからそのデモも行われる、それからキャンプもやるというようなことで、警察の、弾圧もいろいろ予想されるということで、弁護士のグループで、一応そういうその弾圧対策のグループができました。で、農民連が主催で、韓国からもたくさんの農民の方たちが招待されましたけれども、その大半が、千歳空港で、足止めされて、実質的には日本に入国できなかったという問題があったり、それから同じく韓国の、民主労総という労働組合のグループも入国できませんでした。であと関西でも入国できなかった人がいますし、それから、これはもう空港で足止めされて追い返されるというケースですけども、そもそもビザが発給されなくて日本に、来る飛行機にすら乗れなかったという人たちが、何人も出ました。それらに対してその、最低限のところでその弁護士グループの方で何とか対応できた、あるいはそのする、試みが初めてというのかな、こういう国際的な活動では行われたというところがもう一つの特徴としてあると思います。であとは大学の教員たちが国際的なシンポジウムをやったりとか、というような動きがあったり、それが今さっき言ったそのキャンプや現地で、何らかの直接的な行動をやってみようという試みがあったりとか、従来こういうその国際会議で行われるが国際会議が行われると普通よくある、デモと集会ということだけではない、いろいろなその全体 の, その運動のインフラを作っていくような動きというのが、いろいろ同じ人たちがやってるわけではないんですけども、連携を取りながらある程度 の, そのコミュニケーションも、取れるところで取って やれてきたというところが一つの大きな成果だっただろうと思います。でもう一つだけ言うと成果としてこれは大きいかなと僕は思っていることがあります。でそれは、地元の課題をその資本主義のグローバリゼーションとつなぐような試みというのがそれぞれの今言った各地で行われた運動の中で取り組まれたと思います。富山もそういうこといろいろは皆さん考えられてきたと思いますけれども、僕は職場は富山であるにもかかわらずあまり富山にいないので、実はその G8 に関する富山の動きというのは実は僕はあんまりよく知らないという非常に申し訳ない立場なんですが、
僕はあの、今はその家が東京なので、東京の近辺でのある程度その地域の運動との関わりで、一つだけ例をあのお話しますと神奈川なんですね。で神奈川はあの横浜で、アフリカ開発会議というのが5月に開催されて、この会議がちょうどサミットの、大きなテーマになっていたアフリカ開発の議題を、事前に討議する場として準備されたということがあります。で、その神奈川 の、 そのアフリカ開発会議に関して、神奈川現地 の、 その、今まで、米軍基地に反対する運動をしてきたグループがいくつか呼びかけあって、このアフリカ開発会合についての対抗アクションをやってみようということが、まあ、今年の初めぐらいから議論され始めて、そして実際にその5月のアフリカ開発会合、これピカッドというふうに呼ばれていますけれども、この会合への反対運動というのが取り組まれました。で、何が画期的かというと、これまで米軍基地の反対運動をやってきた人たちが、基地の問題と一見すると直接関わりのないアフリカの問題に関心を持ったって言ったんですね。で、このことは実はあの、重要な意味を持っていて、米軍再編の中で、アフリカというね非常に重要な位置を占めるようになったわけです。で、これまでアフリカに、アメリカはアフリカ独自の司令部を置いていませんでした。でしかし今回の2005年かなに始まった米軍再編の中で、アフリカに新たにその司令部を置いて、そして、アフリカに対するアメリカの手こ入れを強化するという動きが出てきているわけですね。で、これはまあテロとの戦争の中でアフリカ、それからあと、南アジアから東南アジアにかけてのイスラム圏というのが、いわゆるそのアフリカあのブッシュの言う不安定な湖と呼ばれているような地域にもあの重なっていて、大きな安全保障上 の、 そのターゲットになっている。で日本 の、 あの米軍基地はもはや、日本や極東の米軍基地ではなくて、グローバルに世界どこにでも飛んでいくような、一つの拠点になってしまっているんですね。でその中で、横須賀はその今度あの、ジョージ・ワシントンというあの原子力空母の母港になりましたし、それから、ザマーには、米軍の第一軍団司令部が移転してくるし、それからあと自衛隊と米軍が共同して中央即応司令団というあの、のその司令部を作るという、そういうその日米がこう一体化する形でもってテロとの戦争に対応していくという動きの中で、アフリカの開発という経済問題が安全保障の問題と密接にこう関わってくるという、その経済と安全保障をこうリンクさせて考えていく大きなきっかけを、あの反基地運動をやっていく人たち自身が、あのまあ、自分たちの問題として、気づいて、そしてその取り組んできたということがあって、これはあの非常に重要な動きだったと思います。で、なかなかその辺 の、 その、 あの動きが、その辺のというかそういうその地域ので今までやってきた動きをあの一つのベースにしながら、自分たちの課題をもう一歩あるいはもう二歩乗り越えたような形でグローバルに問題を考えていくということができた一つの、まあ、例として神奈川 の、 あのことがあの挙げられるんじゃないかと思います。で、あ と、 あの、北海道 の、 あの洞爺湖現地だけではなくて北海道での運動のことをあので、言うと、北海道もあの今度の、サミットでもって北海道内部の、反戦平和運動からそれから労働運動、環境の運動、あるいはその、比較的行政とあの、パートナーシップを組んでやってきたような運動も含めてかなり幅広い、サミットを、
問うような形の